ライトッカーアスレチックスの試合37試合をたった99ドルで観戦可能。子供たち急げ。拷問定期、罰ゲーム定期、虐待案、いじめに使われてそう。富士の冒頭金出してみたいか。野球嫌いになりそう。日曜行けばただやんけ。近所でもない限り行く価値がない。なおシーズンチケット持ってる子さんファンがブチギレしてる模様。アスレチックスファン外転騒動で激怒みたいな記事あるけど、何言ってんだって感じだよな。ほぼ無観客試合まみれやんけと。今年からあんなに負けてるのに入場料倍にしたらしいぞ。空見に行かんやろ。すぐ近くにジャイアンツがあるのにアスレチックスのファンになるやつってどういう層なんや。ジャイアンツも強くないから、キャップが人気あるからそれきっかけやな。伊集院光みたいなやつだよ。東京には巨人もヤクルトもあったのに日ハムを選ぶタイプ。呪いの緑キャップをかぶせられて何時間も放置させられるらしい。無駄に立派な球場やな。1000人も入ってなさそう。5000人って球場スタッフ含んだ数字やろ。マイナーの方が客入ってそう。実際に A の方が客入ってるらしいな。有望株おるらしいし。美しささえ感じるガラガラ感。虹がいいね。コロナ期かな。大谷とか相手チームのスター選手見られると考えればお得やけど、基本緑キャップ集団に混じって応援しないといけないのなら拷問やな。アスレチックスのおかげで大谷ホルホルがはかどるんだからええやん。アスレチックス3000人も入らんらしいやん。やばすぎやろ。たまにガラガラ画像から数えるんやが、実数は2、300人ってのも珍しくないで。2023平均動員数。快適やん。